ドをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザを。なこら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだ、うん、カイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。こいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。ったら承知しねえぞ。ガンバ行くぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。頼むの。だろうな。うるせえ。お前こそ俺の邪魔するな。
来いビッグマン、俺の力思い知らせてやろう。俺の計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。話にならねえ。最悪の世代だって笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴族、カイドウ、お前バカめ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだろう。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。やー、
今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・ディ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前、秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。ぼちぼち時間だ。
ーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかしその英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとはみんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。あ、やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。走り、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が？了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺と…てめえか。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何…弟をね、探してんだ。エース！変わらねえな、ルフィ。36ポンド砲。
ャノン、ドリン、ソンソン、シャノン、ドリン、ソンソン、シャノン、ドリン、ソンソン、シャノン、ドリン、どけよ、邪念ならぶっ飛ばすぞ。
いつまでも逃げ切れると思うな。三刀流奥義。スモーカーさん、遅くなりました。麦わらの一味。はっほっ。ひょう。ひっ。ここまで追ってきててめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。めんどくせえ連中だな。この感覚を待ってた。てめえどこ行っちゃった。すみません、道に迷ってしまって。あとは頼んだぞ、タシ。スモーカーさん。はい。
きますよ。しとめます。困ったな。攻撃したくねえ。スモーカー大佐と連絡が取れん。麦わらはどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出た。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も。そうさ、負け負けだった。でも今やったらお前が誰に勝てるって。こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これを。え？髪切るじゃん。そいつ思ってろ。出来の悪い弟を持つ。もう行くのか？ああ。俺は今、重罪人を追ってる。もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員。俺の部下だ。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り次に会うときは帰す。エース、またな。来いよ、高見。いいじゃねえか。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。大丈夫、きっとまだ間に合うわ。やめた。は？おいルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前つまんねえ。何を。こらビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか。その町に。こいつは考えもなしにたまに書く。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって七部会が相手で、もう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと。甘いんじゃねえのか人は。やめてよそんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。悪いのは。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい。何よ。お前なんかの命一個でかけ。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ仲間。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよクロコダイルの居場所。オーダー受けたまわりました。
クロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが、再びスモーカーに追撃され、ビビ、スモーカーともどもレインディナーズに突入したものの、ルフィたちは巧妙な罠だ。ああ、しようがなかった。避けられた罠よ。後先考えずに突っ込むなんてバッカ。まったくだ。あんたもよ。こんな時に私たち共に死にゆく者同士、仲良くやればいいじゃねえか、クロコダイルさん。ああ、噂通りの野犬だな、スモーカー君。あ、だが正解だ。てめえには事故死してもらうことにしよう。あいつが七部会の一人か。お前がクロコダイル。まあそう吠えるな。違うか、ミスを。ええ、間もなく反乱軍がアルバーナに向かって動く。さて、俺たちは一足先に失礼するとしよう。アルバ何、こちらクソレ。てめえ一体俺か。俺はミスタープリンス。ミスタープリンス、今どこに。そりゃ言えねえな。言えばお前は。手こずらせやがって。もしもし、ガチャ。こりゃいい。言い忘れてたが、この部屋はじきに水に沈む。よし、上出来だ。名演技だったぜ。これでボスはここへ現れる。僕も俺を出し、覚悟しやがれ。ジャノンサチョッパー、さっき俺たちが暴れた場所に敵の仲間が群がってきた。あいつらも倒してボスの注意を引けばいいんだな。少しの間眠ってもらうぞ。トリエポールコートレット、トリエポールコートレットセール。
俺が騒ぎの張本人だ。これ以上騒ぎ立てる必要もなさそうだな。そろそろ行くか。あれ、こりゃ一体どういうことだ。何が起きてる。おい、ミスタープリンスと名乗る男が町のあちこちで暴れ回って。あいつがボスだな。見つからぬように橋を渡ろう。橋の前の奴らを片付けりゃ一丁上がりだ。トリエポールコートレットセル、シャッター。トリエポールコートレットセル、シャッター。トリエポールコートレットセル、シャッター。よし、行けそうだな。急ぐぞ。ジェムはジェムトリレボールコートレットセーブ。キースを切られ。トリレボールコートレットセーブ。ここにはいねえよ。トリレボールコートレット。みんな、ビリー、急がないと。もう内乱が。もう少しだけ我慢してて。必ず。私は絶対にみんなを見つ。一体何。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい。プリンセス、セル、シャッター。トリエ、セルジョン、力を貸して。カジキューキューソー、ジャレ、もうちょっと。トリレボール、ソワジェムはシュート。トリレボールコートレットセル、シャッター。トリレボールコートレットセル、
シャッター、クリエボールポートレットセンス、ユーコリーシャッター。ふっ、ルフィさんたちは檻の中など、早く鍵を探し、あれは痛めえな、ミスター3。おい、檻の鍵を知らないか。そうです、ミスター3のドルドルの力で檻の合鍵を作れないかしら。誰だか知らんが、麦わらの味方には協力せんがね。くだらねえこと言ってねえで、さっさと力を貸せ。ヘブ、あばよ、クソワニ。あの雑魚どももう許さ。さっきの部屋はもう湖に沈んだか。おい、生きてるか、ルフィ。ゾロノはなぜ俺…船長命令を聞いただけだ。ああ、クロコダイルはどこと。気がついた。うっ、煙やんのか、お前。行け、今回だけだぜ。あ、さあ行こうぜ。アルバーナはどっちだ。向こう、東へ待つ。俺、お前嫌いじゃねえな。さっさと行け。ほほふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。シャンプー、これ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。一つだけ言っておくぞ。
どうあがこうともお前じゃあ絶対に。うるせえ、素直に。王女には逃げられたが、どの道アルバーナに向かったエージェントが逃がさねえ。ビビはな、ブレクセン、目に入る者みんなを助けようとするんだ。お前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくから、お前は俺がここで仕留めるんだ。お客さん、大丈夫。撃つ完封。貴様が地面に吸い込まれていく。勇者を知らんのか。お経のいらねえ砂漠の便利な勘をです。この奴が走るだけじゃ抜けられねえ。思いっきり飛んじまえば。もう遊びはこの辺でよかろう。俺とお前では海賊の格が違う。俺はずっと真面目にやってるぞ。訓練次第でいくらでも強い戦闘手段になる。この俺に立てていたことを存分に後悔するのだ。これ以上お前に付き合ってる暇はない。アルバーナへ向かうとしよう。待てよ、まだ勝負はついてねえぞ。誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインやよ。苦しそうだな。だが時期に楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。なぜ戦うの？Dの名を持つあなたたちよ。Dどうやら無駄な質問みたいね。
ぼちぼち時間だ。来てるみたい。来たけど止めるわ。船でちゃんと学んだのに。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ありがとうみんな。分かってると思うが、この少しでも怪しいと思ったらなくす。分かったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。変態が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちはエンジンを組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。